エイミアが誕生日会見をやるんですけど、早くも言い訳めいた言論統制をしようとしてるんですよ。皆さん呆れられてると思うんです。終わりが見えていて、なんて言ってくれるんだろうなっていう思いです。君塚さんという教授が結構呆れてるんですよ。君塚さんは正論を言われる方で勉強になりました。文藝春秋デジタル2022年の記事です。緊急提言、愛子天皇諦めないと。世界は女王の時代へ。一刻も早い議論をと。小田部さんが、佐藤麻子さんという公衆ジャーナリストの方、そして関東学院大学教授の君塚さんの対話です。佐藤さん、3月17日に行われた青年会見での愛子様、本当にご立派でした。初めて国民にお声を届けられる場でしたから、一層注目されていたわけですけど、堂々とした所作と穏やかな微笑み、そして柔らかなお話ぶりに多くの人々が胸を打たれたことでしょう。手元の原稿をほとんどご覧になることなく、ご自分の言葉でお話しされていたのも良かった。心からのお言葉をお聞きしているようです。このところの皇室関係の会見にはがっかりすることも多かったんですけど、今回はこれこそ本来の皇室の姿だという印象を強く受けましたと。冒頭で前夜に起きた東北地方での地震によって亡くなられた方へのお悔やみを述べられるなど、約30分の会見全体を通して常に国民を思われて、一つ一つの質問に丁寧かつ正直にお答えなさったのが印象的でした。愛子様は学習院初等科時代に通学が困難になったり、お辛い初等科時代を過ごされたのです。それは気候がかかってるんじゃないかとよく言われる。中等科時代に急激なダイエットで激痩せしてしまったこともありましたから、会見でのお姿にはよくぞご立派に成長されてとしみじみとしてしまって、特に雅子様に対しての産んでくれてありがとうと伝えたいと思いますというお言葉が素晴らしかったと。全国の母親も涙したものだと思います。20年前の会見で雅子様が涙ながらにおっしゃった生まれてきてくれてありがとうにこうしてるわけですから、思い出すだけでもうるうるしちゃうと。君塚さん、多分先生もおっしゃいましたが、最近の会見では昨年10月小室と眞子が揃って出られたものが国民の記憶に新しいですからね。正直あれは後味が良くなかった。質問一切受け付けずに一方通行のイメージもありました。質疑応答をなくした理由としてお二人は誤った情報が事実であるかのような印象を与えかねない質問であると思いますとか、口頭で質問にお答えすることは不可能であると思いましたとしてましたね。国民やマスコミの不信感、そこから来る敵対心がありありと見て取れました。断り方一つをとっても愛子様かなりお上手でした。眞子さんのご結婚について問われた際、私から発言することは控えさせていただきたいと思いますとやんわりとお断りされてた。ノブレス・オブリージュとは高貴なるものの義務と訳してよく使われる言葉ですけども、愛子様の今回の立ち振る舞いはそれが自然に身についていることがはっきり分かりましたよと。なぜ愛子天皇議論しない。この青年会見以降、少子編集部にはなぜ政府は愛子天皇の可能性をしっかり議論しないのかというご意見が数多く寄せられている。小田部さんは愛子天皇について以前から賛成意見を表明されていますね。悠仁さまが生まれる前から愛子さまが天皇になられるのが一番いいと発言してきました。かたくなに男子にこだわって女はダメだという議論が出てくるんであれば、私はむしろこの国の将来はどうなるのかと心配でしたと。しかし今回の愛子さまの会見で風向きが変わったように思います。愛子様の立派なお姿を見て、国民の多くが自然な形で愛子様を天皇にと考えるようになったことを肌で感じます。佐藤さん、私も会見を拝見していて、やはり天皇の長子が皇統を継ぐのが理にかなってると思います。一番近くで陛下のなさりようやお考えを学んできたからこそ愛子様がある。小田部さん、それは愛子様のお言葉によく表れていましたね。皇室は国民の幸福を常に願って、国民と苦楽を共にしながら務めを果たすとということが基本であって、最も大切にすべき精神でしょと私は認識してますよ。秋篠宮の場合は国民の苦楽を嘲笑ってるかのごとく対応してますからね。これは上皇陛下や天皇陛下が続けてこられた国民に支持されてきた象徴天皇のスタイルを受け継いでいくという宣言である。この言葉を聞いて愛子様に天皇になっていただくのが安心ではないのかと多くの国民を考えたんではないでしょうかと。思い返せば両陛下は愛子様のご自覚が芽生えるまでじっと待ってこられたんだと思いますよ。幼少の頃は駅頭で大勢の国民に囲まれて名前を呼ばれると、どうして私はこんなに見られるのと愛子様は戸惑っているような感じでぎこちなく手を振られていました。それでも両陛下は横からガミガミ言うんではなく、ご自身の姿を見せることでそれとなく促していた。雅子様がご体調が優れない時も、半蔵門を取る時はいつも窓を開け、沿道の人々に手を振っていらっしゃったの。英王室では幼少から、公務に帯同と。君塚さんが、私は長年英国王室を研究していますから、イギリスでも同じことが言えますと。例えば、ウィリアム王子とキャサリン妃の子供であるジョージ王子とシャーロット王女、
それぞれがまだ4歳と2歳の時に両親に連れられてドイツ、ポーランドを訪れているんです。ブレクジットをスムーズに進めるための公務でした。聞いたことない言葉と大勢の大人たちに囲まれ、ベルリン空港に着いたジョージ王子は泣き出してしまったと。それぐらい小さな時から王室はどのようなものなのかを身をもって経験させていくんです。エリザベス女王なんて10歳の時に突然将来を女王になることが決められてしまう。幼い頃から両親、祖父母や祖父母の背中を近くで見て学んでいたことが重要なんだと彼女の存在が証明しているんですと。エリザベス女王はもう亡くなられましたけども、女系の女性であるという理由でバカにされてますかと。あれだけ偉大な女王はいませんよ。国内のみならず世界中から支持され尊敬を集めているんです。一方で天皇は任期投票で決まるわけではありませんよね。上皇上皇后両陛下や天皇皇后両陛下が国民に寄り添って公務に取り組まれるご様子を一番近くでご覧になって、皇太子殿下のご長女として育てられた愛子様にはどうしても次期天皇に期待する声が多いのも頷けるんですが、個人的には愛子様にも悠仁さまにも僕らお話のように思いますとこう佐藤さんは言うんですが、ただ世界的には長子優先がですね潮流ですよねと。はい、ヨーロッパでは絶対的長子相続性が当たり前になっていますと。性別に関係なく第一子を優先する継承のあり方なんですよ。中世以来キリスト教の世界の中では一妻制かつ現在の日本と同じように男系男子にこだわる法律が根強くありました。その結果18世紀にはスペインやオーストリアで王位継承戦争が勃発するという大変な惨事を経験しているんですと。北米でも極地戦があったんですと。こういう縛りは争い事を起こってしまうんでしょうね。そうした紆余曲折を経て1979年にはスウェーデンで、2009年にはデンマークで法改正がなされ、性別を問わず第一子を継承者にする、つまり女子も王位を継承できるようになったんです。で、質問あったんです。ヨーロッパではどうなってるんですかと。君塚さんがちゃんと答えられてるんです。今ではオランダ、ベルギー、ノルウェー、イギリスなどほとんどの国で長子が後を継ぐことが当たり前という感覚になってるんですと。長い、歴史があるヨーロッパのグローバルスタンダードになりうる国々、ほとんどが先進国ですよ。性別を問わず第一子を継承者にすると、何より現実としてあと30年もすればヨーロッパのほとんどの国々が女王陛下の時代を迎えるんです。ベルギーではエリザベート王女、オランダにはカタリア・マリア王女、スペインにはレオノール王女も次期国王という立場です。国民もそれを受け入れてるんですと。日本の状態がおかしいということですね。佐藤さん、愛子様世代が次々に成人されて国王への道を歩んでるんですねと。カタリナ・アマリア王女といえばオランダ御西洋で愛子様と一緒に馬車に乗って手を振っている姿が可愛らしく印象的でした。2006年愛子様はまだ4歳でした。この時は雅子様が地面抜かれた時で、西洋で愛子様と一緒にオランダに行かれたんです。まあ、なんですけども、まあ、ここでもですね、上皇と上皇后がケチをつけて、私、私的な理由で海外にいたことはありませんと、まあ、上皇様言ってましたけども、言ってますよね。言える資格ないと思うんですけども。君塚さん、愛子様と同じように欧州のプリンセスたちも王位継承者としてしっかりと核を決めてらっしゃるんです。カタリナ・アマリア王女も素晴らしく18歳を迎えた際、支給される予定だった年間2億円の王室手当を受け取ることを誇示した。自ら首相に手書きの手紙を書いて、私は手当に見合うことをしてませんと。素晴らしいです。愛子様もティアラを辞退されたんです。国民向いてくれてるんだなと。マコは一時金を受け取れなかった。世論的に。絶対無理だったです。一時金は受け取っていないものの、秋篠宮から支援されてるのは目に見えてますよね。世界では次々と女王が生まれていくんですねと。そんな中で日本だけが男子にこだわり続ける理由って何なんでしょう。愛子様を本当に天皇にということなら日本でも早く準備を進めなければならないと思いますと。佐藤さんが、でも皇室典範改正は簡単なことではないでしょうと。乙部さん、皇室典範の改正には国会での審議と決議が必要になりますから、自民党内に男系派が多い以上確かに簡単なことではないでしょう。ただ手続きに限って言えば愛子天皇の実現は考えられているほど現実離れしたものではありません。皇室典範は第1条の皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承する、皇位は皇統に属する子女がこれを継承すると変えれば十分です。他の条文では兄弟とあるのを兄弟姉妹とするなど女子を男子と同等にする文言に変えればいい。こういった詳細についてはすでに小泉純一郎政権下での有識者会議で議論が尽くされている。
もう準備体制はできてるということですね。女帝論が実現する手前まで行ったんですけど、おそらく紀行様がお見分けをやって、それで潰したわけですよ。あとは政権がやるかやらないかだと思うんですね。で、悠仁くんがお生まれになる前の2005年に実施された会議で約1年をかけて、女性女系天皇を認める行為継承は長子優先とする最も進んだ報告書が提出されました。悠仁様の誕生が6年の9月、そこまでは愛子天皇誕生という機運だったわけですね。いい文章だなと思うんですけど、小林義則さんの愛子天皇論も男系男子の方を完全に論破している、すごく気持ちがいい本で面白かったんです。あとは神道学者の高森さん、このままではこうした消滅の危機に直面する、男系男子にこだわれば天皇家は終わると、緊急シンポジウム行為の安定継承に向けてで、24日に読売新聞共同通信などで政府内部で控除というとてつもないプランが検討され、年内にも国会に回されるという驚くべきニュースに接しました。皇室を滅ぼす控除プランと私のブログに書かせていただいた。女性皇族が結婚すると皇室を離れて民間人になりますけども、皇女の肩書きで結婚後も公務を担ってもらうと。現実的な可能性として高いのは皇室典範3条によって皇室会議の議決を経て継承順位が変更されて悠仁が即位されることでしょうと。しかしながらと、悠仁君は皇嗣である期間が皆無に近い、皇嗣として公務に携わることなく即位される。根本的に、皇嗣は認知機称号だと思うんですが、皇太子の時間ってすごい重要だと思うんです。しかしながら皇太子経ずにいきなり天皇するわけですね。皇太子は天皇のお支えっていう面で学んでいかれるところもあると思うんですよ。これは現実的ではないです。それも悠仁くんが即位の問題点です。じゃあ秋篠宮が早く即位すればいいじゃないかと秋篠が言うかもしれませんが、なんで秋篠宮のために現天皇陛下が退位しないといけないんですか。おかしいでしょ。それはありえないですし、生前退位特例法は1回限りですよね。秋篠宮が常設やとごまかしてますけども。で、それから最近の記事、広報室の発足後宮内庁のホームページには最近のご活動等というコーナーが設けられるようになりましたと。広報室火をつけたのは秋篠宮でしょ。世界の王室事情に詳しい君塚教授は冷ややかな見方を示す。広報室が発足して半年以上が経過しましたけど、具体的な施策とどんな成果があったのか全く分かりませんと。ストレートですね。設立の意図すら明確になっていない。国民の無関心は加速する一方です。ホームページなんてアクセスする国民どれほどいるんでしょうか。ほとんどいないでしょうね。 SNS を運営しないのであればその理由をきちんと説明すべきです。おっしゃる通りだなと思いました。その広報室の設立の火付け役といった見方をされている秋篠宮、一体何をしているんだと。以上です。それでは皆様ご一緒に近いです。バイバイ。さよなら。ありがとうございました。じゃあねー。